テク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 。なんだこれ。ちょっと叩いてみるか。ゴジラになってる時のムニが降りてきた。逃げないでマリオ。さあ、ハキョイのゴッドマッカラスカキです。さあ、じゃあですね、マリオメーカースーパー2をやっていきたいと思います。ってことでね、まずは最初はね、いつものお手並み拝見ですよ。今日は絶対死なないでクリアしたい。まあまあ、でも俺マジ強えから、マリオメーカーマジ強えからマジ余裕っすよ。どこどこ、ああ、やばい、なんだよ、クリーンのくせに泳ぎやがってよ。ちょ、待って。干潮の時に行く。あ、満潮か。わかんない。もういいや、とりあえず、あ、クリア、あ、クリアできちゃったら違うんだよ、オチが。え、待って、クリアできちゃ、ああ。てててててててるるてー。ぷい！なんかこの木の枝、俺に向かって中指立ててね。くすぞ。なんと、塩辛節というものを見つけたんで、これはスプラトゥーン実況者たるもの聞いとかなきゃいけないかなと思って、ちょっと聞いてみようかなと思います。ガチャンがある。じゃ、ここから静かにしますね。行きましょう。フォー！うわぁ、これすごいなぁ。完成度高すぎる。だって俺も、あれ、歌ってるアオリちゃんとホタルちゃんが、もう、聞こえてきたもん。わぁ。ちょっと、俺も、歌っていい？ちょ、俺、歌いたくなっちゃった、これ。結構完成度高すぎて。ちょっと、俺も歌うわ！やべに、まれ、みれからひれ、じゅり、ゆみらけらそん、きれ、ひゅり、よりへらへ、にゅらけらにゅら、うれら、ゆらめら、メラニーヘアヘアヘアチョベリバーチョリキサラダ一人前ください肉と一緒に食いたいね。ちょっとすみません、ちょ興奮してしまいました。次はちょっとクールに歌いたいと思います。いきます。なにゅるにーねにわならヘラナラフィーナヘラファラフェフェフェなにゅるみーらわらにらしゅらはらひニューレニーレハラフェフェフェはい、チョレギサラダ肉と一緒にキムチもつけた酸味と肉のジューシーさとチョレギサラダのサービス精神が強いね。さ、チョレギサラダはすごいんだよ。初心者でも楽しめる40秒スピードラン。俺初心者なんでいけっかなと思ってちょっとやっていきたいと思います。まあ初心者でも楽しめるから楽しんでやることをね。ごめんよクリボー、お前らのお母さんは俺が守っとくからな。さて、どうするの？ぴょーん！いいぞ。あ、ぴょーん！富士山を越え、エレベストを越え、俺はここまで来て開けてお母さん。で、部屋に入ったらそこは雪国だった。あ、ちょっと待って。よいしょ。はいはいはい、ドスーン、ドスドスしとけお前は一生。はい、オン。はい、オフ。はい、オン。あーん！ガチで初心者なんだけど俺。ちょっと、俺やばいよねこれ。でも楽しめてるよ、すごい。終わり？なにこれ？やばい、ヒップドロップしたい。やばいやばい、気持ちいい気持ちいい、やばいやばい、うお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 う。スプラトゥーンみたいなイカちゃんもいたぞ今。ああ入った入った。でこれでクリアかな。あ、これでクリアだね。楽しい。あ、なんかこのスターのマリオ、なんかあれみたい、スーパーマリオサンシャインのなんか変なやつ。え、めっちゃ似てないこれ。そうだよね。え、めちゃくちゃ楽しかった。でもえ、こういうステージいいね、マジでいいね。すげ、隠し、う、マリコ。完全にね、タイトルに釣られちゃったんですけれども、もう何隠してんねんって話なんですけどね。ちょ、なんかあるよね。やっぱあるよね。隠されてるもんね。ちょ、土管の中に、ドカーン！いや、マリコが隠されてるってちょっとよくわかんないけどね。何笑ってんねん、お前！ちょっと待って、これ。ああ、いや、そうだよね。やっぱ隠されてるよね。でも、そこがなければ、もうどうし、何もないか。あ、あるよね。やっぱあるね。で、これの上は、ないのか。ん？これ、こん中入っても別に特に意味ないもんね。なに、うー、マリコが隠されてるとかないよね。あ、ちょ、ま、出れない。ああ、危ない危ない。一生あそこで過ごすことになるかと思ったわ。ちょっと待って、これどうすればいいんだ。なにこれ。ほら。あ、またこん中入っちゃった。ああ、で、うまく出て、こうあるでしょ。やっぱあるよね。それ以外もう方法ないからね。で、これちょっと、恐る恐る降りていきますが、あ、大丈夫だよね。ああ、隠しブロック。いいね。うー、マリコがいっぱいあるよ。あ、なんか茶色くなったからうまれこみたいな黄色ブロックのハテナが、はい、あれこの上はないと、はい、こっちは、あって上の雲に乗る感じ。え、待って、これくるるんでいける、キャバキャバ、くったけ、あ
ーもう届かないな。ちょっと待って、届かないんだけど、これ壁じゃ、壁を使っても無理なんだよ。これ積んだよね、多分これ積んでるよね、完全にね、積んでるよね。つつ、これワンチャンこの先っぽからくるくるくる、あんあんあん、セイバーマカムスリーマンハカエチオピア醤油ラーメン、ほらやっぱいけたか。そうだよね、やっぱいけるかな、ちょっと思っちゃったんだよ。やっぱいけるんか。うわぁ、もうな、何の時間だったの今の。あ、これクリア。よちょ、あ、ちょ、嘘でしょ、それ。はい、オッケー。よし。さて、これちょっと怪しい。もう、信じられないから。あ、揺れた瞬間、俺すぐ左に飛ぼうね。ね。で、多分2番目も違う気がするんだよな。俺だったらね、3番か4番に置くもん。んだよね、だよね。じゃあこれ3番飛ばしても、あえて4番でいっちゃいましょう。いや、絶対4だよ。4は揺れないと俺は見た。揺れるん、揺れるんかい。黄色でゴールできなかったじゃん、ちょっと。でもね、一つ言いたいのが、あの、ウーマルコ要素はどこにもなかったよ。うん。全く、どこからウーマルコ出てきたのかわかんない。あ、それはまあ、ケツから。うざいとか言うな。言うわけないじゃん。だってコースを作ってくださった方を尊重してやらせていただく立場だから。普通にうざいなんて言わないでしょ。さて、走って、このボックスに入ります。で、何、ちょうぜジャンプ、オッケー。で、何、あ、もううざいよこのステ。ちょっと待って、俺この作者さん絶対もうここ絶対ハマるだろうなってところに全部俺ハマってんだけど、この先も絶対なんかあるかもしれないけど、俺はねハマらない絶対。はあ、まあ、ハメス・ロドリゲスか、この先祖の人作った人。さて、これね、もう上しかルートがないんだよな。まあ、右のドアもあるけど、とりあえず一回こっち行ってみるか。おっ、なかなかいるじゃないか。で、これは多分右に。ほう、ちょっと、あ、もうなんやねん。ジャンプ、ちょっと早めにね。で、これはいいのかな、ちょっと、ゆっくり行かないとね。ないよね、何もね。怪しいよ。大丈夫。で、これはこっち行けばいいの。お、ゴールの旗ある。あ、ちょ、あ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 。これ絶対積んだやつじゃん。積んだやつじゃん、これ。積んだやつじゃん。積んだやつじゃん。でもあのゴールまだ取れないからな。ちょ、一回出ます。ここはないよね。入ります。で、これは何だろう。しばくよ。オッケー。で、これ多分右に行って、で、ここは入れないってなると、もう一つ右のとこかな。スタイル、オッケー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 。で、入りましょう。で、入ったらなんか絶対あるから身構えよう。はい、大丈夫だったね。オッケー。で、この上怪しいよ。大丈夫大丈夫。俺はめげない。なんか日本列島横断してるみたい。お化けいる。じゃあ嘘やん、もう。ああ、そういう感じなの。そういう感じなの。え、見えちゃった。ああ、これクリアじゃん。やったー。うわー、うざいとか言わないでしっかりクリアできたわー。よかったよかった。やっぱ作ってくださった作者さんね、本当にありがとうございました。一番乗りなの俺。